富士見野市内循環バスの車両富士見野市内循環バスとは埼玉県富士見野市がかつて運行していたコミュニティバス。前身は旧大井町で運行されていた町内循環バスである。運行は東部バスウェイスと新座営業所が受託していた。2002年10月より富士見野市内循環バスとして運行開始。あと2005年10月1日に 旧上福岡市との合併で、富士見野市内循環バスとなった。合併して、しばらくの間は、旧大井町地域のみ運行されていた。2010年7月1日に時刻改正を実施した際に、運行範囲が市内全域に拡大され、旧上福岡市地域でも運行されるようになった。2016年3月31日をもって廃止され、翌4月1日より、 富士見野市内循環ワゴンの実証実験が開始された。循環ワゴンの運行は山手ケアサービスが受託する。毎日運行し、平日、休日ともに、同じダイヤで運行されていた。年末年始は運休。主な停留所を掲載。富士見野市役所上福岡駅東口福岡、小学校前水店、宮前福岡高校前。 神福岡総合病院入口福都ピア藤見野市、役所大井総合支所西原住宅大井武蔵野、大井西中学校前桜通り大井総合支所、前大井保健センター入口神福岡駅、西口藤見野市役所大井総合支所、大井福祉センター桜住宅大井高校前、東入間警察署前産業文化センター前、東映住宅前嬉し町づくり会館前大井、 小学校前藤見野駅西口、大井福祉センター大井総合支所大井総合支所、大井福祉センター、双葉地治会り口消防大井文書前亀久保、小学校前藤見野駅東口福岡、小学校前福トピア藤見野市役所、ありがとうございます。